こんにちは、平山茂です。今日は6月27日日曜日でございます。現在時刻は6時30分でございます。夕方の6時30分ですね。私最近は日曜日も仕事ということで、なかなかお出かけができておりませんけれども、なんとか今は頑張り時だと自分に言い聞かせております。今日確認したところ、私連休はお盆までないということを言われました。辛いですね、辛いです。連休がお盆までないということはですよ、来月7月には祝日があるはずなんですが、私にはないということですね。まあこれはしょうがない、うん、許す。これはね、もう修行だと思います。これは修行だ。この修行を耐えきれば必ずいいことがあるに違いない、そう私は確信を持っております。これはまさに大丈夫なのだ。雨ですね。大丈夫ですよ皆様、大丈夫ですよ、大丈夫です。さあ日曜日も終わりでございますね。明日はお待ちかねの月曜日でございます。皆様月曜日は大好きですか？僕は月曜日が一番好きなんです。なぜならばロト6をやってるからですね。もしかしたら、もしかしますからね、明日ロト6、私毎週買っておりますから、もし高額当選したら、見てくれているあなた様、プレゼントが発動しますからね、ぜひ楽しみにしていてくださいよ。たまたま見たこの YouTube で、もしかしたらあなたは100万円をゲットするかもしれない、そんな夢のあるお話でございます。もし当たった場合は、私が直接あなたに手渡しに行きます。ちょっと手渡しはきつい、そんな方は残念ながら受け取ることはできません。そこだけはご了承ください。参加資格は手渡しで受け取ってもいいよという方に限ります。そしてもう一つ重要なことは、私の YouTube に出演するということですね。顔出し NG という方はもちろん OK でございます。なので手渡しでお渡しする際には YouTube の撮影が入りますよということだけご了承ください。明日月曜日、楽しみましょう。必ずいいことがあります、月曜日、必ず高額当選させて皆様にプレゼントがしたいのです。楽しみに待っててくださいね。ではまた明日お会いしましょう。平山茂でした。おやすみなさい。大丈夫ですよ、間違いない、大丈夫。